君が。いや、来ないで、触らんといてくれ。お疲れです。お疲れ様です。はい。今日なんとリリーちゃんがいるんで、はい。まあちょっと、あることしようと思って。はい、なんすか？まあ、僕らも結構まあ経験豊富じゃないですか。まあ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 。もう 28?28。もう29でも結構経験豊富なんで、うん、まあ、女の子の落とし方一つぐらいのちょろい。俺らからしたら。まあね、まあこれがあるでね。これなくてもこれなくてもいい、ちょろいよね。まあ実際にちょっと、はいはい、まあリリーちゃんいるんでやってもらって、女の子役。はい。まあいろんなパターンで、はい、ちょっと僕らのスキルをみんなに教えれたなと思って。はい。そう、簡単に落とせると思わないでください。で、僕らが落とすっていうことですね。そう、簡単だよ。じゃあマジで落ちちゃうっすと。小娘なんて簡単、ちょろ。小娘とかマカツコみたいな。ご飯に誘うのがまず第一なんで、じゃあご飯編でいきましょう。はい、ご飯編でいきましょう。うん、ご飯に誘う編で、はい、はい、誰が行く？僕から全然いいですよ。いや、俺僕行きますわ。あ、じゃあ僕が行きます。僕行きます、僕行きます、僕行きます、僕どうぞどうぞ。え、僕やろう。じゃあ誰から行く？じゃあ俺から行きますよ。あ、僕行きますよ。僕行きます。先手がいいぞ、これ。じゃあ僕も行かして。あ、じゃあまあいいっすよ。先手必勝だから。先手必勝。そうそうそう。じゃあ道編で。はい、じゃあ僕行きます。しゃあ、電話しようかな。プルルルプルルル。はい、もしもし。もしもし。お疲れです。お疲れ様です。ウィー。何やってんの今？うん、家帰ってきて YouTube 見てました。 YouTube 見とった？嘘。塗り替え TV？ 塗り替え TV。 嘘。長渕見た？せいせい見た。長渕あれ500回ぐらい見たから500再生稼いだ。最高やん。あ、それ 俺のとこに金入っとんで。いくらぐらい？いくらぐらい？ 0.5 円ぐらい。あー。で、あのさ、はい、ちょっと今日電話したのはさ、来週の月曜日って何やってんの？仕事してますね。あ、仕事しとる。あ、仕事終わってから、仕事終わって、終わってから。仕事終わってからは特に予定ないけど、何、うん、でですか？いや、あのさ、ちょっとご飯でも行かんかなと思って。二人二人嫌だ？二人、ちょっと。あー、いや、いいよ。でもしあれだったら、まあちょっと二人ぐらい呼ぶわ。父ちゃんと母ちゃん呼ぶでさ。父ちゃんと母ちゃん？うん、4人で行こうよ。それおかしいっしょ。4人で行こうよ。いや、無理。いや、お父さんとお母さん、4人で行こう。え、お父さんとお母さん、やばくない？いや、ちょっと紹介したいしさ、俺。いや、紹介とかちょっとマジで、うん、なんか何勝手に舞い上がっちゃってんの意味わからん。ブチ。あれ？何こいつ、おかしくない？あー、仕事疲れたなー。リリーちゃんとご飯行きてーなー。電話してみよう。あ、電話。プルルプルル。もしもし。あ、どうした？何やった？いや、そっちからかけてきたじゃん。いやいや、そっちがかけてきたんや。いや、かけてないし。嘘や。めんどくさ。嘘、そういうこと言うなって。ごめんごめん。え、なに？最近どう？忙しい？最近、うん、普通かな。あ、普通なんや。あ、そっか。じゃあもう全然楽しいことないんや。普通ですね。普通か。あ、そうか。じゃあさ、あのめちゃくちゃ美味しいさ、焼肉屋さん見つけてさ。行ってみたい。めちゃくちゃ美味しいんだわ。いいね。え、行く？え、行きたい。行こうか。うん。いつ暇？1週間後。1週間後？嘘や。そんなに先？そんなに先。なんで明日は何やとんの？明日、うん、いや、明日はちょっと残業で。あ、遅いんや。うん。じゃあ、明後日は？明後日、うん、明後日は友達と。うん。いや、めんどくさ。その次。あ、もしもし？ブチ。あれ、切られた。いや、細かすぎてほんとしつこいわ。じゃあ、どこ行こうか。そやな。じゃあ、どこ行こう。海とか。海行く？うん。いいじゃん、めっちゃ。今日は楽しくなりそうだな、ほんとに。ブンブンやば。あ、いいね、やっぱりドライブはね、二人で。どう、最近忙しい？最近、まあちょっと忙しいかな。嘘。うん。疲れてるね、じゃあ。あー、ちょっと疲れてるかも。今日も楽しませてあげるから、俺が。あ、ほんまに？ね、ほんとに。もうなんか、最近さ、俺もちょっと疲れてきてさ、もうリリーちゃんに会えるもんね。もうリリーちゃんに会えて、ちょっと元気が出てきたわ。あー。ねえ。何かちょっと間違えた。じゃあ。いや、ちょっと待って。ドライブ行こうか。
うん、どこ行きたい？そうやな、うん、海行きたい。海ね、うん、じゃあ安全船で行くわ。あ、お願いします。やっぱりあのヤンキーみたいなみたいな嫌でしょ。うん、そうやな。だよね。うん、よし、じゃあバズボボ。あ、なんだ、何まで確認するの？一番危ないよ。教習所だな。いやー、そんなことなくて10時、10時、いやー、よし、ここ怖くて11時5分くらいじゃない？あ、ごめんごめん、ブレーキ踏んで蹴って、おー、よかった、エンジン。おー、走った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 、すごくない？絶対初心者。あ、危ない危ない危ない、何怖くて意味わからない。危ない危ない、何怖くない、猫通ったから。猫、猫関係ないし。あ、危ない危ない危ない、何これ、何これ。だって、本に書いてあったよ。なんて、なんか肌と肌が触れ合うときは恋に落ちる。どういうこと、何の本？それって聞いたけど、ちょっとドキドキしたでしょ。全然、ちょっと飛んできやわ。バイバイ。え、ちょっと、まだ海釣りないの？いや、歩いていくわ、バイバイ。30キロあるよ。あー、今日も疲れたね、本当に。うん、楽しかったわ。荷物持ってくれてありがとうな。あー、いや、全然いいよ。まあ、ね、楽しかったでした、今日、うん、ね、この後ご飯食べに行こうか。あ、うん。ね、何、今日は一日空いてるんかな。うん、そうやな、うん、空いてる。うん、マジで、マジで。じゃあ、ちょっとその後は、ね、どっか、ね、遊びに行こうか。そうやな。で、さ、うん、これでさ、え、な、何これ、うん、あ、出た壁ドンって感じやねんけど。そう、え、壁ドンで女の子落ちると思ってんの？いや、じゃなくちょっと虫がおったね、ここに。いや、虫がおったね、パーンってやれば。あ、そう。うん。あ、ごめん、多分虫がおったの。あ、ほら、いやいや、そこまで全然ないから。あ、嘘、ごめん、うん、いや、じゃあご飯食べに行こうよ。いや、ちょっとマジでないわ、ちょっと今日空いてへんわ、やっぱり予定入っちゃった。え、ちょっと待って、別の男との予定が、ごめん、バイバイ。あ、嘘、え、いっぱい買い物したね。うん、持ってくれてありがとう。ね、全然いいよ、こんなの、全然お安いごよ。あ、ほんまに。うん、え、ちょっと待って、めっちゃ綺麗じゃない？どれどれ？ちょっと待って。あれめっちゃ綺麗じゃない？どれどれ？いやいやいや。どれ？君がね。いや、何これ？え？何その、今の何？君がね。いや、汚いですよ。触らんといてくれ。汚い？うん。君がね。いや、マジそういう問題じゃないから。え？顎食いっていいんじゃない？いや、全然。てか古くない？これ3年ぐらい前に流行ったやつやろ。てか、そんなんで誰も落ちひんし。え、嘘？うん、ほんまやって。ときめい。全然。うん、ちょっと逆にもう冷めたわ。じゃあ、うん、バイバイ。え？はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、結構なんか簡単だったね。なんか。いや、もうどう考えてもなしですよ。どうでした？どっちが良かった逆に。いや、もうどっちもどっちぐらいわかんですよ。レベルが高すぎて選びづらいのわかるよ、うん。どっちもいい男だもんね。いや、もうこの勘違い、言いづらいでしょ。勘違い具合がもうあかんですね。もう見るからに やばいですよ。嘘、全然なし。いや、もうなしすぎます。なし寄りのありぐらい、俺は。いや、なし寄りのなし寄りのなしですね。なし寄りのなし。完全になしです。完全にもう拒否みたいな。逆になんかアドバイスがある？壁ドンとか顎を食いとか、うん、ちょっと、うん、あれちょっと漫画の中だからいけるんですよ。まあ、そういうことか。で、俺らにはちょっと早すぎたレベルが。あれ漫画とかアニメの人があるからいけてるだけで、現実でやったらあれダメですよ。あ、全然ダメだと。点数であげちゃって。まずい。まあ、そうやね。点数ですか。うん、点数。うん、点数。点、うん。マイナス100点ですね。2人とも？2人とも。え、本領発揮できんかった。だってあんなのミッチーの100分の1の力でしょ。100出したらで5万人のキャバ嬢来るじゃん。見てるかい皆さん。はい、じゃあ検証結果は、はい、僕らは全然モテないと、火モテだと。そう、ダメだったね。全然ダメ。本当にちょっと勉強しますわ。勉強してください。ダサすぎた。いや、もうダサすぎますね。ダサい。ありがとうございました。ありがとうございます、本当に。はい、すいません、ね、勉強になりました。お願いします。面白い動画作ってきますんで、はい、チャンネル登録とグッドボタンね。グッドボタンマジでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、全然してください、いっぱい。はい、コメントもね。はい、コメント僕限定でいいですよ。はい、キャバ嬢からのコメント待ってるよ。また見てね。また見てね。